2016年7月14日、ロートホルン観光。ツェルマットには代表的な展望台が3つあります。一番近いロートホルン。一番人気のゴルナグラート。ヨーロッパ一高い展望台、クラインマッターホルン。今日はロートホルンへ、そしてスネガからツェルマットへハイキング。ツェルマットからスネガへ、スネガからブラウフェルトへ、ブラウフェルトからロートホルンへ。徒歩にてスネガエクスプレスツェルマット駅へ。8時58分ゴルナグラートからの下り電車に遭遇。スネガエクスプレスのツェルマット駅です。9時2分スネガエクスプレス。スネガエクスプレスは地下を走るケーブルカーです。1980年に完成しました。標高1620メートルのツェルマットから標高2288メートルのスネガへ、高低差668メートルを3分で。これは富士登山に例えると2合目から5合目まで3分で登る速さです。この登りがきついんです。スネガはツェルマットから一番近い展望台です。展望台にはレストランがあり、マッターホルンを眺めながら食事が楽しめます。スネガエクスプレスの車内です。スネガからゴンダイに乗り継ぎブラウヘルテ。9時27分ブラウヘルト、標高2571メートル。残念ながらマッターホルンは雲の中です。ロープウェイの待ち時間が30分で周辺を散策。バリスの黒首ヤギがいました。バリス州原産の山岳ヤギです。氷河のヤギとか最古のヤギと呼ばれることもあるようです。毛は2色で、前半分が黒い長い毛、後ろ半分は白い長い毛です。毛の長さは30ないし50センチ。寒さには強いそうです。絶滅の危機からスイスの非営利団体が保護している動物です。この道はシュテリコロ、散歩ハイキングの時に通る道です。フィンデルン谷の先にゴルナグラートが見えました。480ミリ相当の望遠レンズで撮影。西にはフィンデルン氷河とフルアルプ小屋が見えます。ブラウヘルテへ戻ります。10時ロープウェイでロートホルンへ。秘密
südamerikanischen Land El Salvador soll aus der Gerichte animiert werden. つづら折りの急斜面を登るハイカーが見えました。標高差532メートルを5分ほどでロートホルムへ。10時6分、ロートホルム展望台、標高3103メートルです。背景の白い山脈はモンテローザ、マッターホルンなどのペニネアルプス山脈です。山並みはスイスとイタリアの国境、手前はスイス、奥はイタリアです。北西アルプスは東西に並行して走る2つの山系によって大きく分かれ、南の山系はモンテローザ、マッターホルンなどのペニネアルプス山脈やモンブラン、エギュー・ドゥ・ミディ、グランド・ジュアスのグライエアルプス山脈など、北の山系はアイガー、ユングフラウ、メンヒなどのベルナ・オーバーラント山脈やグラールナーアルプス山脈などです。フィンデルン氷河です。ロートホルムから見るフィンデルン氷河です。湖はシテリコ、標高2540メートル。眼下にフルアルプ小屋、標高2620メートルが見えます。オーバーロートホルム、3414メートルです。ロートホルンのレストランで小休止。11時、下山のためロープウェイ駅に戻りました。雲がやや切れて晴れ間が。下りのロープウェイです。予定ではゴンドラに乗り継ぎスネガへ、でも勘違いで徒歩で下りました。東大草です。春林道です。
浜ウツボ科の高根塩釜です。苔なでしこです。水せすみれです。11時45分、わずかな晴れ間にマッターホルンが顔を見せました。このツェルマットのハイキングコースはマッターホルンを正面に見ながら下ります。11時50分、マッターホルンはあっという間に雲の中です。灯台草、アブラナ科のアラビスパウキフロラ、弁慶草のつぼみです。12時、キク科の泥肉も苦しい、金歯のコギリ草です。12時5分、乗りそびれたゴンドラが頭上に見えます。遥か下方にフィンデル村が見えます。12時13分、高根塩釜です。魔女の爪です。ラウンドヘッドランピオン、黒バニラオルキスです。鼻を近づけると優しいバニラの香りがします。釣り金草、別名をホタル袋、12時42分、ハイキングの起点の予定だったスネガです。マッターホルンは見えません。スネガです。12時59分、白玉草です。浜ウツボ科のオクエゾガラガラ属だそうです。リアントウスグラキアリス、スネガからツェルマットへ下るハイキングコースは
マッターホルンを正面に見ながら歩くコースです。雷西湖を左にフィンデルン村を目指します。13時5分円形層三山の菊東大草花うど あざみ教科のフテウマオバトウムウキナグサです。キキョウです。完全にマッターホルン13時28分白玉草です。100メートルほど下に人気ナンバーワンのレストランシェ・ブローニー。ヘラオバコです。13時33分フィンデルン村です。13時41分フィンデルン村標高は2100メートルほど。マッターホルンの頂は見えません。風呂草、源の証拠です。白玉草レストランシェ・ブローニーを目指します。
13時48分弁慶僧。アザミです。14時ちょうど、日本人観光客人気ベストワンのレストランシェ・ブローに着。シェ・ブローニーは出発。典型的な古民家、カラマツの木造の家は長い間太陽にさらされて焦げ茶色になります。長い長い下りです。自生する芍薬にびっくり。14時21分弁慶僧です。14時26分14時35分またまた弁慶僧です。花うどです。15時1分になりました。ユリ科のリリウムマルタゴンを見つけました。釣り金草、別名ホタル袋です。15時44分ネズミ返しの建物はカラマツの木造ライ麦の穀物倉庫だそうです。16時過ぎ、2連泊の宿ベストウエスタンに帰着。17時、夕食のため外出。